今年もね、まあいろんなところでね、まあ風鈴が鳴ってるというんでしょうかね。ふりん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 ってあっちこっちでね、ふりんのね、大合唱でございましてね。まあ景気がいいことと思いましたけれども、とにかく、有名無名関係なくね、皆様ね、平和なんですね。ねえ、こういう風鈴っていうのはね、大昔からあるわけでしょ、そんなものはね。別に珍しくも何ともないですよ。ただ、こういうことを言いますとね、不倫を認めてね、それを、うなずくようなのってのは良くないっていうふうに、また、お叱りを受ける場合があるんですけれどもね。っていうのはね、ギリシャ悲劇とかね、ギリシャ神話の神様たちもね、まあ、不倫だらけなんですよね。で、そして、紫式部が書いたね、いろんな、源氏物語の中は、もうほとんど光源氏はじめ、不倫だらけなんですよね。でも、私が思うのはね、不倫にもね、両方、物事には政府の法則でいいところと悪いところとあるんだけど、じゃあ悪いところはね、やっぱり家庭を壊し、そして泣く人、子供さんはじめね、どちらかが泣く人、また親戚の人とかね、家族の人で、悲劇でね、鬼、悲しみに追いやって、絶望に追いやる。これは良くないですよね。で、それはやっぱり倫理にもとることです。だけど、もう一ついいことはね、相手のね、査定をね、やり直してみるということですよね。まあ、セックスから含めて全ての点でね、まあ、料理から何か収入から、まあ、いろんな話題からね、人格的な問題から、で、他の人と比べてみて、なんでこんなのとね、浮気したんだろうと。うちの夫の方がよっぽど良かったって、うちのかみさんの方がよっぽど良かったって。で、改めてね、再評価してね、雨降って地固まるっていうことがあるけれども、そしてかえってね、うちの絆が深まってね、解放に向かっていく場合があるんですよね。まあ、とにかく、不倫はね、実際に行うよりもね、頭の中でいろいろとロマンを追いかけてね、で、そして、そういう楽しみ方を遊んだ方、頭の中で遊んだ方が、絶望もなければ、ハッピーエンドにもなるし、どうにでもなります。で、人生を悲しみで彩ることもなくなると思いますね。ボンジョール、ボンジョール、ボンジョール、ボンジョールの。さて、皆さん、突然ですが、恋をしていらっしゃいますか？ 恋、恋、恋。ただ中空になすな恋って言いますけどね。今日はね、恋にまつわるオペラのアリアを、その部分だけ、特別に、美しいメロディーで歌い上げるっていうふうになっております。で、それをアリアと言ってますけどね。で、恋にまつわるアリアをお届けいたしますね。曲はモーツァルトの歌劇でございます。モーツァルトご存知ですね。とにかくあの方の、音楽がね、いつまでもずっと長続きしていて、特別突出してるのはね、変化を、とにかく曲の中にね、いろいろと散りばめてあるんですね。メジャーになったり、マイナーになったり、速くなったり、遅くなったり、常に変化があるんですね。ですからね、退屈しないんですよ。だから、ワーグナーや何かだとね、もうずっと同じようなのが続くんでね、もうあくびが出てしまいますけれどもね。モーツァルトはそういうことがないんですよね。で、その曲はね、モーツァルトの歌劇で、フィガロの結婚から、恋の悩みを知る君は、恋とはどんなものかしらという副題もついてもございます。で、フィガロの結婚というのは、18世紀半ばの貴族社会が舞台でございましてね。で、伯爵家の家来、フィガロと女中であるスザンナの結婚式当日のドタバタ喜劇ですね。
あの伯爵だとか伯爵夫人だとかね、そういった人たちを巻き込んで大騒ぎになるんですけどね、吉本喜劇の、まあ、専用版ということでしょうか。でそしてその伯爵の御所のね、ケルビーノっていう名前なんですけどね、大体あのこれは男の人なんですけどね、御所っていうのは男でもない女でもないという、つまりあの私がねこういうビジュアル系を考え出した時にね、もうもちろん日本の文化のお小姓おちごさん、その人たちは男でも女でもないという格好をしてましたでしょ。でそれを現代版に移そうとした時に、このケルビーノの衣装、ハイヒールを履いてね、でタイツを履いて、で美しいフリルのあるものを着てということでね、これが一応参考になって写真もまだ残っておりますけどね、まあ、そういう縁があるんですけどね、そのお小姓のケルビーノがね、恋に対しての憧れを歌うアリアなんですね。でオペラはね、生でもねどうぞご覧になっていただきたいですね。まあテレビでね、あの、まあ、中継でやったりしますけれどもね、やはりあの生の舞台っていうのはあの客席に流れる空気ですね、舞台から醸し出されるあの何とも言えない情緒的な空気、そしてあのそれを感動したりね、ため息をついたり、それで素敵だと思ったり、そのお客様のエネルギーがね一体となって渦巻くんですね、会場全体に。でそしてあるロマンを、醸し出すんです。ですからこういう舞台のものはね、なるべくテレビや何かでご覧にならないで、生で見ていただきたいですね。ではお届けいたしましょう。モーツァルトの歌劇でね、フィガロの結婚から恋の悩みを知る君は、歌はねメゾソプラノ歌手でね、ジュリエッタ・シミオナート、この人は名歌手でね、日本にも来ております。私も見に行ったことがあります。ではそのシミオナートがね、これ男のお小姓になって歌う歌です。では恋の悩みを知る君は、どうぞお聴きください。ジュリエッタ・シミオナートの歌で、恋の悩みを知る君は、フィガロの結婚から聞いていただきました。今日は女性に贈る歌ということになってるんですけどもね、私は別にこれね女性に贈る歌というふうには作ってないんですよね。で先ほどのお話じゃないですけどもね、私のオリジナル曲なんですけどね、タイトルは私はドジな女というタイトルなんです。でこれはね、可愛い女っていうことですよね、でいろんな自分の欠点や何かをね全部受け入れて、でそれをねぐじぐじ後悔したり愚痴ったりとかね、そして相手にその濡れ衣を着せてね、言いがかりをつけてね、自分を正当化しようとか、自分の足りない部分をね相手に認めさせようとか、そういうことをしない可愛い女で、それが自分が捨てられたんだけれどもね、捨てられたっていうことをね意外とね、まあ無理もないかというふうにキャラッとこう、つまり頭の中でね解決する才能を持ってる、実は賢いかもしれないんですよね。でそういう女の歌だと思って聴いていただきたいと思います。私はドジな女、三輪明宏の歌でございます。私はドジな女、私はドジな女、私はドジな女。三輪明宏の作詞作曲で、歌も三輪明宏の歌でございます。私はドジな女でした。